おしゃれ。そのすごいろうそくの炎を10秒まばたきせずに見つめると結婚運が上がると言われています。結婚運ありたい。いやだからこういうんじゃないんでウィスよ。欲しいのもちろん。妖怪の場合は結婚運のおまけで結婚運も上がります。なんかうさんくさいでウィスね。ここだけの話、あのエアケイ君もこの炎で肩の調子を上げたんですよ。エアケイ君ってあのエアケイ君でウィス？そう、肩も上がるし調子もうなぎ登り。本当でウィス？本当ですよ。これが嘘だったら鼻に筆刺して習字してもいいですよ。やだ、鼻ないですよね。ないですよね。さっきから思ってたんですけど、あと口だけ。あっ、100億年消えなかった日が。はい。あ、つけ直した。今つけ直したでミスよね。さて皆様、先ほどと同じで妖怪の場合はちょっとやること違います。おでこに黒き印をつけたものをろうそくの炎で約10秒焼き、その煙を結婚になりたい箇所にかけるです。はい。ちなみにおでこに黒き印をつけたものをくくりつける丸太はこちらになります。1本800円。また商売始めたよ。丸太買いますわ。おしゃれにみんなでシェアしましょう。賛成。それでおでこに黒き印をつけたものか。どっかに。ん？ウィス。ギョリー！あっつ！あっついでウィス！焦げちゃう！つかもう10秒過ぎてません。よく焼いた方がご利益がありそうよね。そうなんですよ。ご利益ってあのね、お肌が綺麗になりますように。もうあんた骨、さあ本日のツアー最後のスポットに到着です。